こんにちは、ジャスト株式会社代表関正幸です。先ほど何が知恵なのか、何が知識なのかって、はい、知恵重要だよ、はい、知恵あれば知識なくても全然いけるんだよってお話したんですけど、はい、で私もね婚活セミナー春予備塾とか企業塾みたいなのをやってるんですけども、はい、でなぜなんかこうやってるのかっていうと、私たちの事業のなんていうかミッション、はい、理念っていうのはジャストなニーズを提供することで心の平和を提供するってことなんだよね、はい、心の、まあ、ピース・トゥ・ア・ハートって言ってるんですけども、はい、本当の心の平和って平安っていうか、はい、何か何だと思う？まあ何かあっても対処できる、一つの世界にいますね、はい、A さんとしても、はい、で僕は安全安心っていう言葉結構嫌いなんです、はい、それってどんなに人間がさまざまな防衛線を張っても、はい、必ずそれを乗り越える何かが起こってくる、はい、でそれを言ってる以上は決して本当真の安心安全なんてやってこない、はい、で本当に僕らがお客さんの心の平安を届けるとしたならば、はい、その手助けをするとしたならば、はい、ここでこう守ってこうぐる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 防衛線を張ってる人生、はい、これもう真逆なんだよね、はい、真逆の人生なんだ、うん、本当に心の防衛線何があったってこっちに移れる、はい、この力なんだよね、はい、だから僕は起業を進めてる、はい、多くの人に、うん、あと結婚も進めてる。で、僕は結婚そのものよりもこう独身のこの世界からこう2人の世界移るって、このプロセスの中にこの人間のこうなんていうかな、心を練り鍛える何かがあるんだよね。はい、まあ、そこは前言った知恵でもあるんだけど、はい、でこれをまあ何回もやると本当の自由とか平和、はい、いつでもこういけるよっていうこの力こそがこのなんていうかな、人間の心の平和を培うもの、うん、僕ももしかしたら陥ってるかもしれないんだけど、いっぱいお金あると、はい、なんか本当にその心の平安得られると思って、はい、なんかコツコツ金貯めたりするんだけど、はい、実はね本来金貯めれば貯めるほどね余計不安になるんだよ、ね、今度失う不安に襲われたり、はい、今度税金もすごいんだよ、はい、で持ってる不動産がさ屋根壊れたとか何百万も出したりで貯めしなきゃいけないとか、はい、出費もすごいんだよ、はい、で金持ってたってね絶対心の平安なんかないんだよ、はい、もしかしたらもっとビク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 して生きてなきゃいけないかもしれない。そんなことより何やっても次の世界に移って成長していくっていう、ここが本当の心の平安だと思ってるので、はい、それが真の自由だなと思ってるので、はい、でお金あるなし関係ないんだよね、はい、なので、うん、こんなお話してるし、特にこの心をおすすめしてるんですよね、はい、っていうことで、はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。